シーロ・ゲイラはコロンビア出身の映画監督、脚本家。コロンビア国立大学で映画制作とテレビ制作を学んだ。23歳だった2004年、ラソン・ブラデル・カミナンテで長編映画監督デビューした。この作品は第78回アカデミー賞外国語映画賞のコロンビア代表作品となったが、ノミネートはされていない。2009年の長編2作目。 ロスビア・ヘス・デルビエントは、カンヌ国際映画祭のある、支店部門に出品され、ローマ市賞を受賞した。トライベッカー映画祭やロカルノ国際映画祭などにも、出品され、9つの賞を受賞した。第82回アカデミー賞外国語映画賞では、再び、コロンビア代表作品となったが、やはりノミネートはされていない。アメリカ合衆国のバラエティ史は、ゲーラを、 2016年に注目すべき監督10人に選出した。2015年のさまよえる川は5月の第68回カンヌ国際映画祭の監督週間で上映され芸術映画賞を受賞した。オデッサ国際映画祭では作品賞を受賞し、リマ映画祭では作品賞と審査員特別賞を受賞した。第88回アカデミー賞外国語映画賞では 三度コロンビア代表作品となり、コロンビア代表として初めて本選にノミネートされた。アメリカでは公開週末の興行成績が2015年公開の外国語作品中第1位となった。アメリカでは異例のヒットを記録し、フランスでもロングラン上映された。日本では 愛知トリエンナーレイ2016期間中の2016年9月に愛知芸術文化センターと岡崎市の松は当たる寺で上映され、その後シアターイメージフォーラムや名古屋シネマテイク他で一般劇場公開された。ありがとうございます。